はい、どうも皆さんおはようございます。 DIY 登録の鉄でございます。本日はね、ちょっと変な改造をやってみたいと思います。バイクはバイクでもママチャリ。このママチャリのペダルの先にあるクランクで、クランクを回すこのもう自転車の命ともいえるベアリング BB ですね。この BB をね、より高性能であるこちらロードバイクの BB に交換してみたいんですよ。はい、こちらがね、取り外したママチャリの BB です。ご覧の通り分解式でグリスアップとか掃除とかができるようになっております。そしてこちらがロードバイクの BB、 非分解式でグリスが封入された形になってます。分解はできないんですけども、組み付けトルクとかによってこう性能が左右されない非常に高性能なベアリングとなっております。ママチャリでね、こちらのベアリングで問題ないといえば問題ないんですけども、ママチャリとロードバイク乗り比べたらわかるんですけど、 BB の性能がね、別物なんです。これをママチャリに使ってみたい。はい、というわけで BB の取り付け完了でございます。これね、指で回すとね、驚くほどスムーズに回ります。そしていつもやっちゃう遊びがこちら。今回ね、こちらのクランク取り付けボルトを用意いたしました。そして回してみるとぐるんぐるん回ります。チェーンラインもご覧の通り。というわけで完成でございます。BB の交換についてなんですけども、自転車によってシェルの大きさ、シェルの幅、そして全長など寸法が違うことがありますので、ぜひ一度ノーマルの BB を分解して、それできちんと採寸した上で BB 選びをやってみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。